ねチャンネル、オッケー。こんにちは。こんにちは。今日は大阪府阪南市にある、鳥取池緑地の駐車場に来ています。今日登ります山は大福山。あくびしてるやん。以前登りましたまな板石山。まな板石山から、南へ20分ほど歩いたところにある大福山を今回は目指したいと思うんですけれども、前回、まな板石山登った時は、桃の木台方面から登ってきました。桃の木台も、無料の駐車場があってそこから登っていったんですけれども、今回はこの鳥取池緑地のこちらキャンプ場ですね、鳥取池緑地のキャンプ場の駐車場、こちらに車を止めて大福山まで目指したいと思います。事前に阪南市役所に問い合わせたところ、こちらの駐車場、キャンプ場なんですけれども、こちらこの辺の鳥取池とか、山を探索するのに駐車場を利用するのは許可なく問題ないそうなので、今回こちらに停めさせていただいて登ってみることにします。ただし、この奥にあるキャンプ場、こちらを利用される場合は必ず阪南市に申請書を、送らないと勝手に利用できないようなので、その点は注意が必要です。そしたらもうこのまま出発したいと思うんですけれども、ただ一点だけ注意があります。この鳥取池駐車場に来るまでの道なんですけれども、かなり舗装されてなくて細い道になってます。車で自転車でも来れるのかな、自転車とかバイクでも来れると思うんですけど、車で来るとちょっと車汚れてしまうかなっていうような道でしたので、こちらから、山登りされる方、キャンプされる方注意してください。そしたら姉ちゃん出発しましょうか。どうした、何なんその顔。こっちはキャンプ場なんで、多分この隣にあるこちらの道から、おーい、こっちこっち、この道から上がっていけばいいのかなと思います。でこの下キャンプ場なんですけれども、そこにキャンプ場のトイレあります。緊急時ここ使わせてもらってもいいかもしれんな。早っ、こけそうになってるし。何、花があったと思った。めっちゃ大きいな。なんか倒れてるやん。さて今日はどんな感じになるかな。大福で、4時間ぐらい、3時ぐらいに帰ってこれたらいいかなっていうふうに計画してます。あ、自動車は通行できへんようにしてんねんな。なるほど、さっきからな、登山者の人ここ通ってたから通ってもいいはずです。あ、すごいなこれ。これ鳥取池やな。ちょっと見てみようか。こんな。綺麗。綺麗けど怖い。あ、なかなかやなこれな。なんか落ちんで。クモンバチが怖い。え、魚おる？で、この鳥取池ダムを、鳥取池ダムを渡らずに、ここに地図あるので、渡っていってもいいかな。ちょっと待ってな。まな板石山がここやからな。大福山はまな板石山の南側やから。いや、ここは渡った方が良さそうやな。
渡っていこうか。ごめんなさい。この分岐点、この鳥取池ダム、これ渡って右に行きます。こっち、この道行きたかった。あ、そう？次回行こう。とりあえず今日はここまっすぐ行こう。販売してるみたいな。いや、管理と販売するのが悪い。景色綺麗な、ここ。もういいって。山水がほら、これダムの池に流れていってるのな、ここのほら。雨で？そうそう、雨水やな。で、ここ一応分岐点になってます。このまっすぐ道なりに行く道と、ちょっと分かりにくいんですけれども、こう上に上がっていく道があります。で、今回この道なりにまっすぐ行ってみたいと思います。よかった、こっちがよかった。あ、そう、キーパー取ったらあかんと、タバコしたらあかんと、ボールで遊んだらあかん。ボールで遊んだらあかんって書いてないんじゃん。違う、野球。野球？どこに書いてる？どれ？これ。ん？それゴミやん。それ野球ちゃうで。これ？これゴミ持って帰ってくださいって言うんだよ。ゴミ持って帰ってください。野球したらダメじゃないで。何かでこれ？鉄棒みたい。ボギってあれやってきや、はい、どうぞ。ボギってなるから、パパから、パパはこんなんボギって折れるから言え。今ちょうどこれずっと鳥取池のぐるり周遊してるような感じだな、この道は。ここで鳥取池が終わってるな、ほらこの下で。さて、分岐点出てきました。もうすぐ？まだまだや、うん、どこやったっけ。ここまっすぐやな。こっち行きたかった。そう、次回行こうか、また、うん、今度な。次回、試してみようか。そうやな、うん、そして今日はもうまっすぐ行きましょう。クマはおれへんやろ、この辺。イノシシおるかもしれんけど。で、これ鳥取池、さっきの、分岐点越えたあたりから、ちょっと綺麗な山道に変わりました。ちょっと鳥取池の周辺は、ちょっと、木とかな、いっぱい落ちてて、ちょっと虫多いんで、ちょっと歩きづらいんですけど、鳥取池離れたら、急に、歩きやすい。うん。あ、書いてる、ここほら、大福山書いてる。今はどこだね。今この赤いところが現在地で、駐車場ここで、ここずっとこういうふうに歩いてきたんやけど、うん、どこがついた。往復屋もここ。で、そうやね。どうしようかな。時間的に、伊観峠の方から上がっていくか、この前のまな板石山から往復屋を目指すか。いやいや、こっちに。下から行きたい？うん。そしたら、まあ、とりあえず、この伊観峠の方から往復山、そしたら目指すようにしましょう。地図ってさ、うん、みんなで見るだ、それしかないな。みんなで見る。さっきの地図あったやん。そうそう、みんなでな、共有して見る。まあ、置いてある地図な。うん、でも重たいから持って帰られへん。いや、あんな持って帰って怒られるよ。あんなな、うん、誰が持って帰んの、あんな。重たいし。
ダーンってなって、この山を持って帰ったら何回って言われる、うん、おっとここほらで、この左から行くと伊観峠から大福山行けると思いますんで、今回はじゃあ、あの伊観峠の方から向かってみたいと思うんで左です。ちょっと待って、これどういうこと？橋が朽ちているために、あ、車両での通行が禁止か。車両はあかんのか。歩いていく分にはいいみたいやから通っていこうか。もう帰った、行こう。どっち？左が雲山峰ってなってるんで、まっすぐかな。まっすぐ行きましょう。虫の家ってどこか知ってる？虫の家？うん、どこにあるの？この中か水の中。そうなの、うん、ここほら、また地図。今どこ？この辺や。この紀仙高原の地図綺麗やんな、めっちゃな。なんか前もまな板石山の時言ったかもしれんけど、これ綺麗ねんな、すごい。なんか綺麗な、なあ、ずっとまっすぐやな、うん、もうここまで行ってこう行こうか。そう、うん、ここやな。よう分かってるやん。まあまたこっち行こっか。今日は行けへんで。うん、まだまたこっち行こっか。うん、誰かおるかなとどうした？誰もなんか、ここ何？それは何もないやろ、別に。そんなに急ではないけど、坂道がずっと続いてんな。いい感じやな、やっと登山って感じやな。ここ膨らんで。お前、何これ、お餅？いただきます。さてさてさて、こんな感じでしょう。あ、もうでも半分ぐらい来たんちゃう？伊観峠までやけど、こっからこうずっと歩いて、あと半分ぐらい歩いたらもうこの着いた。いや、着けへん。往復山こっちやから、もうちょっと歩かなきゃけど、頑張りましょう。でも黄色いとこちょっとだけ休憩のとこあるやん。そう、休憩できるのか。あ、ベンチ書いてんな、確かに。ここでお弁当しようか。よし、もうすぐや。もうちょっとや。もうちょっとで半分に休憩できる。あと半分。そうやな、今1時間5分ぐらい経ったんかな。12時15分です。もうすぐや。よし、じゃあお弁当行こう。お弁当行くって。お弁当で、このお弁当で行く。ちょっと間違えた。ちょっと間違えただけやろ、もう。お弁当食べに行こう。あのさ、タッチした人が勝ちやから、パパ 5秒数えて。いや、4秒。4秒でいいの？どこタッチしたら勝ち？地図。あ、あそこの、うん、木の、うん、いいよ。1、2、4。3、4。4秒数えたら無理やわ。あ、着いたな。早かったな。これ伊観峠、ここやな。もう着いた？うん。ここ伊観峠や。ほら。いや、往復山はまだやけど、ここ、ほら、休憩できるとこある。休憩しようか。ここでご飯食べようか。ちょっと虫多いから、嫌な感じでもないか？うん。見て、これ綺麗。なあ、上は綺麗やけど、ここから往復山までそんなに距離はないと思うんですけれども、ちょっとさっきここでじゃあ休憩します。こっちに座った方が綺麗やで。そう、いや、向き合って座っていいや。あ、見え、あ、カメラがない。そう。え、何すんの？お菓子。あ、はい、お菓子。
はい、ぬいちゃんのリュックサックの中身チェックです。ジャンバー、はい、タオル、はい、タオル、はい、あ、1個ある、1枚ありがとう。これ持ってきちゃう、はい、手袋、コーンスープ、またコーンスープ、あー、あ、そうやな、これ濡れてしゅう、うん、あとはもういらない、終わりな。はい、じゃあ食べましょう。お肉好き。あ、あれかい。ご飯スープや。おいしい。うん。うん、あ、落ち着くな。よし、ごちそうさまでした。全部親切に書いてる。これ往復山はこの道やな、こっちやな、ここまっすぐ行ったら青い、今水色のとこ行ってる。そう、うん、この休憩所の方向に歩いていた往復山着くから、うん、まあ、一応休憩のとこ、あの、うん、もう今ここまで来てるんで、こう上がっていったらもうすぐ往復山着きますんで、で帰り、来た道を戻るか、まな板石山から帰るか、ちょっとそれはまだあの往復山着いたらぬいちゃんと相談します。こっちやで。怖いよ。パパ落ちそうなってんで。なってる？そう？怖い。カニさん歩きで行こう。そうやな。ここはカニさん歩き結構有効かもしれない。うん、結構細いでここ道。カニさん歩きした方がいいんちゃう？そう、カニさん歩きしていいけどさ、そのカニの手は必要ないんちゃう？別にこれ手はちょっとだけしてても横歩きしたらいいだけじゃない？横とかに見えてるこれだけ、これ必要な、うん、必要ないな、手は足だけでいいんちゃう？つまずかんように気ぃつけよ、足。うん、見てるから大丈夫。うん、カニさん歩きしいや。うん、パパ、はいはい、見ないか。こっち、あ、変えてるな。往復山まっすぐやな。うん、一応違うかも。降りてる、降りてるからすぐ降りちゃうやん。そう、どっち？あー、ちょっと待ってな、どっちかな。変えてんだよ、もう変えてんだよ、本当だね。先方ヶ岳って書いてるな。こっちやな、そっちかな、こっちやな、多分右やな。階段出てきたな、急に。なんかちょっとあれと思った。なあ、全然階段なかったもんな、うん、なんか到着したんちゃう、これもしかして。どう、到着やな、到着。椅子がある、椅子があるよ。何これ。でももうまだ違うか、これは違うか。展望景色は綺麗やけど、休憩所かな、ここ。もう一回休憩したい。そう、うん、あ、これがさっきの、なんて思ったっけ、この感じ難しいか分からんけど、ここがそうなんやな、うん、でこっちが和歌山やな。
和歌山市、うん、和歌山市の景色が見える。で、反対側を見ると、大阪がちょっとだけ見えるな。もうちょっと行ったらよかったな。そうそうそう、行こう。ここ仙峰ヶ岳って書いてるんで、まっすぐ行ったら大福山ですね。さっき分岐点あったんですけども、下の道を降りてきたらこの右から出てくるみたいです。で、上の道上がっていくと仙峰ヶ岳を通ってまた同じ道に降りてくるみたいです。そしたら書いてる、書いてる。そしたらこのまま先進んでいきます。綺麗な酸素の上はあるけど何やろ。あ、ちょっと景色開けてんな、うん、あ、綺麗。これも仙峰ヶ岳になるのかな。じゃあどうなんでしょうか。でも景色も全然、どうやって和歌山綺麗に見えてます、うん、これは椅子じゃないと思う、机と思う。椅子か、椅子か、これも椅子やな。綺麗な、ここ続くや。そう、まだ続くね。ここまっすぐや。なんで、なんでって聞かれても困るな。仙峰ヶ岳から降りてきたと思ったらまた上がりです。これ上がったら着くんちゃうか、さすがにな。また降りてるやん。ほんまやな。うん、なるほど。仙峰ヶ岳を越えて大福山に行かなきゃなかったんか。だから途中で仙峰ヶ岳があったやな。よし、もうあとちょっとや、まっすぐ行こう。遊びながら行ってんで。そう、はい、大福山もうちょっとかな。大福山、あ、間違えた。大福山ってちょっと何もないやな。あ、でもここでいいやん。あ、でも景色はすごい綺麗。ほら、あ、あれちゃうの、さっきの鳥取池って見えるかな、これカメラで。この辺り、ここの辺りかな。あれ鳥取池かな。めっちゃ高いやん、この山。そうか、高いかな、これ。何メートルやったやろ。座るとこないで。もうちょっとやろう。もうさすがにこれ上がったぐらいちゃうか。もうさっきから上がったり下ったり上がったり下ったりしてるけど、これが最後ちゃうかな、往復山まで。着いた？え、着いてるやん、書いてるやん、そこ往復山って。やったー、はあ、よいしょ、来ました、大福山。上上がったら展望台かな。右降りたらまな板石山の方角みたいです。ちょっと上見に行きます。あ、すごいな。うわ、綺麗やんか。こっち。あれ、俺ずっと大福山って言ってたけど、うん、大福山って書いてんぞ、ここ。恥ずかしい。大、うん、大福山って書いてんぞ。今から大福山って読みます。恥ずかしい。そう。あ、でもめっちゃ綺麗やんか、ほら、すごいやん、ここ景色。嬉しい、あっちまで行こうなあ。時間は今、1時50分ですので、お昼休憩も入れて2時間40分ぐらいかかっちゃったんか。
和歌山港かな？な違うか、岬か？いろんな山あるからな。富家港かな？わからんでな、パパ。あ、富家港かな？ちょっとわからへんな。いろんな山あるし、いっぱい。うん、でも綺麗、すごい綺麗。いい景色。富士山だから、富士山は反対やな、全然違う方向や。え、ここは何行ったことないばっかりや。こっちは何やろ、こっちは、こっちが和歌山市か。そうやな、こっちが和歌山県やから。そうか、はい、はい、ありがとう。そしたら、もうちょっと時間ないんで、大福さんから、帰りたいと思うんですけれども、どうする、まな板石山の方から帰ろうか。そっちの方が、うん、な、分かりやすいもんな。分かりやすいというか、前通った道なんですけれども、また行きたいと思います。姉ちゃん、さっきはこの前から登ってきたんですけれども、まな板石山の方が左なんで、左側行きます。地図やな。ほうほうほう、まっすぐやね、やっぱり。もうすぐ、間違いない、うん、もうすぐ、間違いないよ。またなんか楽しい道やな、この細い。なあ、これ。車通ったらどうなるのって。車は通られへんやろ、こんな道。あ、怖。気ぃつけや。なんかあれで、ほら。なんでしょう。だから。まな板石山。着きました。何分ぐらい、大福さんからだいたい20分ぐらいかな。姉ちゃん、ここ来たことあるのに覚えてない？覚えてる。ああ、覚えてる。そう、なんかメガネのおっさんとか言う。やっとったな。今日持ってきたらよかったな、サングラス。面白かったな、お前。面白かったな、うん。で、またこっち行こうって言って、そうそう、あの時な、また次回はこっな、まっすぐ行って大福さん行こうって言ってたから、行けてよかったな。うん、ここ行ったことあるかなと思って、うん、なんか行ったことあると思った。ほんで行ったことあって、うん、この分岐で左行ったら確か展望台やったと思うね、前。うん、覚えてる。ああ、そうやな。そうそう、右。そうや、左からでも帰れるけど、ちょっと今日も前行ったんで。行かないからな。うん、そう、ここ先の分岐点 の、 あの展望台から降りてくる道やで。ああ、この階段。でもこのまっすぐ。あのさ、行った時の、うん、なんか行ってってさ、なんか良いとしてて。うん、そう。良いとしてたか覚えてないな。覚えてない。もう半年以上前の話や。1年前ぐらいやろ。いい。結構前やで、あれ。4歳の時。そうやな、4歳の時ちゃうかな、多分。何これ。顔や。口が。お前ね、これ脱いじゃんちゃう。違う。ここ休憩できる場所やな。前も確かこういうとこ通ったような気がする。ほんで、もしあるからこっち行こうって言って。そうやった？うん、そうやった。はいはいはい、なんかこういうとこあったな。ちょっと待ってな。あ、ここ書いてるわ。あ、地図。ほら、ここ地図ある。よかったよかった。ね、鳥取駅は右やな、ここから。今現在地もうここまで来たんで、うん、あとはもうここから降りていくだけかな。前回は桃の木台登山口から来たので、ここずっと箱作りの方に上がっていって帰ったんかな。でも今回は鳥取駅のキャンプ場の駐車場に停めてますんで、ここから帰っていくんで、こっちですね。右。右から降りてきます。左って言ったら間違えて、左って言ったらこっちや、うん、そうや、右って言ってるやんか。あ、面白い。え、ああ、さっきからこれもう何匹目？5匹ぐらいくっついてたな。
今日はちょっとなんかこの芋虫みたいなのがめちゃくちゃなんか糸引いて垂れてるから体中にも後ろ大丈夫、まあまだ帰ってくる、ね、まあまだ帰ってから洗濯する、うん、一緒に見て体についてるかちょっとチェックしたらいいや、よしじゃあ降りていこう、待ってやった方がいい、そうそう、これさ、さっきの分岐点から鳥取池方面ずっと下りやな、結構急な、まあ、そんなめちゃくちゃ急じゃないけど結構な下りですよ、危ないみたい、危険立ち入り禁止、こっちか行こう、危ない、そっちちゃうで、そっちちゃうで、そっちちゃう、こっちだ、立ち入り禁止って言って、そう、上やん、ここまっすぐ行って、あ、危ないとこあったから、うん、マムシ出没、足元注意、ちょっと難しいな、ここ、ここ行けるか、はい、ちょっと唯一難しいとこやな、唯一って何、ん、他危ないとこなかったやん、ここぐらいちゃうか、危ないとこちょっと危ないな、ここ、おっと、滑り滑り、うん、ここあれやな、ちょっと鳥取池の手前あたりは結構な坂です、うん、階段じゃないしちょっとゆっくりかな、危ないな、カニさん歩きした方がいい、いや、ここは違うやろ、危ないよ、うん、ゆっ、あのさ、ゆっくりしぽぽんしたい、そやな、ゆっくりしぽぽんってこんな、ゆっくりこう行く、あ、それいいな、ちょっとだけ早いで、そう、ほらちょっとだけ大きいで、ほら、こんだけだった、あ、そう、ちょっと怖いな、ちょっと怖くない、めっちゃ怖い、カニさん歩くじゃないと危ないな、うん、でもパパ痛いから、うん、もう無理やる、カニさん歩きしときや、知ってるよ、知ってんの、これチョキ、チョキ、これ選ぶって言ってて、そう、でもこっから階段になってんで、あ、本当に大丈夫、ちょっと足場悪いなぁ、ここ、こうやって、こうやって、ちょっと足場悪いなぁ、横歩きってこんなんで、うん、横歩き、あ、あ、静かに、あ、ほんまやな、あ、もうすぐや、ほら、もうすぐ鳥取駅、もうここまで降りてきてるから、うん、鳥取駅がもうすぐ隣、怖い、これ渡らなあかん、パパ、行ける、行ける、ジャンプして行ってんや、それぐらい大丈夫やろ、姉ちゃんさ、うん、パパより身長高くなったらどうする？どうし、どうしようもないよ。どうしようもない？うん、いっぱい食べてるから。でもパパもいっぱい食べてるやん。だから大きくなんだよ。いや、もうなれへんよ。もうなれへん。これ以上。もう何歳よ？いや、20歳ぐらいまでじゃ大きくなるな。ちっちゃくなってくる、それよりもっと大きくなるんだよ、そうそう、ぬいちゃんがパパやる、うん、もうちょっとだけ年やりちゃん、そうそう、パパはな、はい、ぬいちゃんお疲れ様でした、大福山からまな板石山通って、帰ってくるルートをあくびしてる大福山から、まな板石山通って帰ってきたんですけれども、1時間40分弱ぐらい
かかりました。スタートしてから、だいたい 4時間20分ぐらいなんで、休憩引いたらだいたい4時間ぐらい歩いてたんかな今日は。ちょっと思ったよりちょっと時間かかってしまいました。みーちゃん今日どうでしたか。ちょっと帰りも滑ったし、行くだけも滑った。そうやな、まあちょっと特に大福山からまな板石山を通って鳥取池方面に帰る道はちょっと悪かったな今日な、うんうん、今日ちょっとあんまり良くない道だったと思います。昨日ちょっと大雨降ったんでその影響だったのかもしれないですけれども、ちょっと初心者の方はあんまり通らない方がいいかなっていうような道でした。逆に上りで通った道なんかは、まあ、比較的ちょっと細い道ありましたけど、まあ上りやすい道だったと思います。そしたらもうちょっと時間なんで、ぬいちゃん最後に一言お願いします。何？ぬいちゃんだっけ？ぬいちゃんだっけ？宇宙が？じゃあ何でもいいよ。バイバイ。好きなこと言ってくれた。そんな洗い方すんの？洗ってんのは偉いけどさ、靴洗いも楽しんでやんねんな、姉ちゃんは。それバイオリンちゃうで。